おはようございます。ついに新番組が始まりました。この番組はですね、ゲストを呼んで新しいトピックでいろいろ語っていくという番組です。それではまず自己紹介。私俳優をやってます水野大志と申します。こちら日本では一人しか持ってないと言われるアメリカンエクスプレスの嘘何千人も持ってますよ。なんですか、はい、佐々木社長です。よろしくお願いします。お願いします。怖い顔をされてますけども花屋さんをやってます直樹くんです。よろしくお願いします。ミュージックプロデューサーのティスパイスです。はい、それでは早速ゲストを呼んでいきましょう。記念すべき第1回目のゲストはこちらです。ありがとうございます。逆によく受けてくれましたね。ありがとうございます。ちかこちゃんはね、皆さんご存知の通りテラスハウスのみんなの人気者になって卒業されたわかりました。早速質問コーナーで、まずテラスハウスに出るきっかけになったのは、ちょうどハワイと日本をどっちに住むべきか迷ってまして。なるほど。で、日本に住んでたんですけどハワイにちょこちょこ遊びに行ってて、その時にそういうチャンスをいただいて、向こうから出ないっていうことで、出ないというか、あの、まあ、面接をさせて、そうですね、面接させていただいて、うん、あの、運命を感じました。運命を感じた、マジっすか。あの、アメリカに住めっていう意味なんだなっていう自分の中で認識しました。あ、じゃあテラスハウスに出ろっていう意味じゃなくてアメリカに住めっていう。そうですね、はい。あ、運命は変えましたか。運命は、なので私は今ロサンゼルスにいます。あの、今ここどこで撮影してるかって言ったら、あの東京ギルトというカルバーシティにある、あとロングビーチにもあるんですよね、はい、レストランです。レストランでやってます。皆さん来てください。じゃあちなみに皆さん、あの、ちかこちゃんに質問とか、あの、本当初めてなんで、あ、なんか僕質問ありますか。逆に、あ、お互い様ですね。仕事でも眉毛の入れ墨をやってるということです。そうですね、あの、アートメイクっていう種類になるんですけど、アートメイク、はい、その中 の、 あのマイクロブレーディングっていう、うん、あの、線を1本ずつ描いていく技術になるんですけど、タトゥーを1本ずつ、はい、まあ、でもフェイシャルのビューティーのタトゥーなので、だいたい長い人で1年、まあ、2年で消えていきます。痛いんですか、やっぱり。ちょっと痛いんですけど、あの、一応あの麻酔クリーム塗るので大丈夫です。あ、この間もお客さん寝てました。あ、じゃあ安心してできるような。ちなみにその入れ墨眉毛だけじゃなくて、はい、なんかにも使える。そうですね、まあ、一応私のゴールとしては、うん、今やりたいゴールとしては、がんの方とかで毛が薄くなってしまった方、毛が抜けてしまった方、ストレスとかで、あの、円形脱毛とかできてしまった方に、あの、ヘアラインもかけるので、あと眉毛もそうだし、やりたいです。あ、人助けしたいです。いいっすね。素晴らしい。将来的な夢ですか。でっかい夢が遠くにあるっていうよりは、目の前にあることを一生懸命やる派なので、うん、最近ですとショートムーフィルム撮らせていただいたので、うん、明日最後の撮影があるので、それを頑張りたいです。それはいつ見れるんですか。それは来年です。来年ですか。いや、待ってない。まだそのインフォメーションはあれできない。あります、あの、インスタグラム。じゃあ、まあ、きっとこういう、そうですね、お願いします。探してください。皆さんに向けて1週間銀が出る言葉を。そうです、Have a nice day。 イエーイ。